テレレテッテテー。この動画には、以下の成分が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は、デートナのドラレコをつけていこうと思います。これをつけようと思ったのは、本体が小さくて、車体に収められると思ったからです。機能は GPS がついており、時間設定不要と、デートナのアプリをダウンロードすると、地図で走った場所がわかります。電源が入ると、ループ録画が始まり、付属の 32GB の SD カードで、約1時間半録画できます。容量を超えると、古い順に上書きされます。スイッチの操作で上書きされない録画をすることもできます。本体の配線は、電源とスイッチ。前後のカメラの配線があり、接続は簡単です。カメラの裏に、突起がある方を上側にして取り付けるようです。スイッチは、クリック感があります。GPS とマイクが入っています。フロント約3メートル、リア約 1.5 メートルの延長コードがあります。電源コードにはヒューズがあり、黄色線はバッテリープラス、黒線はバッテリーマイナス、赤線は ACC 電源プラスに接続します。説明書はわかりやすかったです。配線の接続部はゴムがあり防水がされています。接続した後にゴムチューブをつけて終わりです。二つの樹脂は、電磁波の干渉を避けるため、カメラの配線につけます。別売りで、デートナのカメラ台座を購入しました。ナンバープレートにつけるものです。もともとついていた台座を外して交換します。特殊なネジなので、付属のレンチを使って締めます。ナンバープレートに、カメラの台座を挟んだら、バランスが悪くなるので、右側のワッシャは反対側につけます。フロント用は、同じ、ステーを、リアと逆向きにつけました。ヘッドライトにつける予定です。スイッチは、別に購入した台座にマジックテープをつけています。ハンドルにつけます。準備ができたのでフレームを外していきます。本体はここに入れます。ナンバープレートの2つのネジを外して、ナンバープレートの間に、カメラと反対側に
ワッシャを入れます。配線は、こんな感じに通しました。カメラの位置調整は、スマホのアプリを使ってカメラ映像を見ながらします。私は面倒なので、カメラの突起を上側にしただけです。フロントは、ヘッドライトのワッシャを外してつけています。耐久性が少し心配です。スイッチはこんな感じにつけました。電源の配線は黄色線に金具をつけて、バッテリープラス、赤色プラスと黒色マイナスは D ユニットにつけました。バッテリーのカバーは2つのボルトを外します。車体内に落としたら面倒なので注意してください。いつものコネクターで D ユニットにつけました。配線はこんな感じになりました。カメラの延長コードが長いので、車体の立ち上がりのところに収納しました。ドラレコ本体の配線は下から通さないと蓋が閉まりませんでした。試運転をします。ドラレコはしばらく経ってから起動します。青色点滅から点灯に変わったら、ループ録画が始まります。良さそうですね。初めて使用する場合は、フォーマットをします。上のボタンを10秒以上押して赤色点滅したら、青色が点滅します。青色が点灯になれば完了です。SD カードは、精密ドライバープラスで、カバーを外して、カードを押せば出てきます。カバーのネジは小さいので、なくさないように注意してください。大きい SD カードは付属していないので、別に購入しましょう。パソコンに入れて、フロントトリアの録画が見れます。GPS のおかげなのか、日時が書かれています。結構綺麗に映りますね。一つのファイルに1分刻みで保存されます。LED 信号も映っています。右下に、日時と速度が表示されています。ナンバーは約15メートルぐらいだったら見れます。トンネルみたいなところだと少しぼやけます。夜だと強い光はぼやけていますね。光の加減によってナンバーが見えたり見えなかったりします。街灯がないところはヘッドライトが照らす範囲は映りますね。いかがだったでしょうか。取り付けは簡単でしたが、
配線の収納が一番大変でした。カメラの映像は良かったので、満足しています。それと、これを貼りました。マスター。これは違う画像ですよ。ヘッドライトに反射するステッカーをリアボックスにつけました。多少の抑止力になればいいですね。これで、感想は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。